おどーす、優勝優勝優勝、はい、しぼうじでーす。さあ、はい、木曜日ですね。なんと今日はシュプリームでございます。はい、毎週土曜日がシュプリーム販売日なんですけど、今週の土曜日は大晦日ということで、なんとシュプリーム、海外と同じ、今週は日本も木曜日、本日、店舗オンライン販売ということでね、一週間経たずしてシュプリームの購入時期をするという、珍しい週でございますけど、さあ、木曜日でございます。まあ、とりあえず、今週は、シュプリーム2022FW ウィーク18。はい、ウィーク18でございます。はい、今週がラストになるのか。さあ、アイテムこちら、ババン。はい。今週はレギュラー集でございますかね。その中でも、注目はこちらですね。バン!シュプリーム、桃子ドールとかで、日本のね、真鍋奈美恵さんっていう、まあ、キャラクターとかね、デザインしてるアートディレクターの方の、なんかバービー人形みたいなフィギュアでございます。全身シュプリームに身を包んだ2体の女性のフィギュアがついて、お値段5万円くらいするんですけどね。もうおもちゃですかね。シュプリームのね、公式ではね、この桃子ドールがね、マイク持ってね、ジュディマリの、そばかすを歌うっていうね、動画が公開されて、わ、シュプリームの公式からジュディマリが流れてくるってね、これ、ジュディマリー?いや、珍しい。ちょっとガンダムの時の PV 面白かったですけど、こういうなんかね、日本コラボ商品の PV 結構いいっすよね。植木鉢の時のこう、しっとりとした、こう、日本人の方のね、動画あったりとか、やっぱシュプリームの公式のね、インスタグラムはね、フォローしない人はフォローした方がいいですよ。はい。今ね、シュプリーム YouTube チャンネルもあってね、そこではね、ウィリアムス・ストラベックの、スケートビデオだけ公開されて、まあ、100万回再生とか言ってんのかな、だけしかないんですけど、こういう動画をね、こう、集めた、そのシーズンで集めた動画、ギュッとしたまとめみたいのも上げてほしいですよね。いや、いいんですけどもね、で、このモモコドールっていうのも、出ると、で、今週は結構、だからまだ出てないレギュラー商品が粒ぞろいでありますよ。はい。結構気になるアイテムはね、多いんですよね。今週ね。粒揃いでございますか。ウィンドストッパー系がドカッと出ますね。ベストなんかもね、かっこよくてね。いやー、迷うんですよ。今週は、パフィージャケットね、ここがね、ちょっとラメっぽくなってるやつもね、可愛いなと思ったんですけどね。パフィー買っちゃったからね。いろいろこうね、出て粒揃いでね、あるんですよね。小型の灰皿とかね、これめっちゃいいっすよね、デザイン。いや、おじさん、タバコね、もう、禁煙して、4年経ちますから、いや、もうね、タバコはもう吸いたくないですけど、ちょっとこんないい灰皿出たら吸いたくなりますよね、これ。これめちゃくちゃいいんだよな。かっこいいしな。うわー。これを機にまたタバコ吸っちゃおうかなと思うぐらい。紙タバコね。これ欲しいな。これ、いいな。タバコ今吸ってる人。もうやばい。こういうアイテム見るとね、やっぱこうタバコ、もともと1日、2箱くらい吸ってましたから、チェーンまでいかないけど、ヘビースモーカーぐらいしたこいつらはね、月60箱吸ってましたから、いや、そうなんですよね。だからもう、ちょっとタバコに関するものがこうね、こう来るとちょっとこう、あのヘビスモカ時代思い出してしまいましたね。これ、かっこいいじゃない、灰皿。今買っても小物入れになるだけ。それでもいいんすけどね。どうしよう。うわ。オッケー!はい、という。まあまあ、レギュラー商品ね、見てあと、レギュラー商品ね、見てきたと思うんですけども、おじさん何買うの?チープロフェッサー!エディ・マーフィー。今、いくつ問題?はい、と。おじさん何買うの?ティー。はい、ざり行くわ。さっきの感じでなんか、あれこいつ、買うぞって思いました。ちょっと見てたらね、ちょっとこの灰皿かっこよすぎるか。
こう小物入れとして買いますわ、もう。うん。で、いつか、もう本当、もう最悪だ。何にも面白くなった時、いつかどうせタバコ吸っちゃうと思うんで、その時に灰皿にするように。これ買うわ。ちょ、かっこよすぎる、灰皿が。何色にしようかな。ここは赤か。金の感じがいいな。でもここは青、緑もオッケー。ちょっと迷うっすね、これね。かっこいい、この白、この高級感。灰皿、まあ、これは完売せんでしょ。うん、余裕で残るだろうけど。どうしよう。青。赤もいいけど、うわ、どうしようかな。青。ちょっと悩みます。はい。これまあでも行きますわ。今週はこれ買いましょうかね。灰皿。全然余裕そうだけどね。何色かな、迷う。ちょっと色迷いながら、十字工場までジャンプしようと思います。ブン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 、ブーン、はい、10時58分。さあさあさあ、来ますよ。おーおーおお。店舗はね、現地のしげる君によると、今日は100人もいなかったみたいですね。あ、そうですか。100人ぐらい行くかなと思ったんですけど、まあまだ、平日だし、仕事納めしてない人もいるから、やっぱ休日に比べて、行ける人が少なかったってことなんかな。うん。しかも、桃子ドールがね、何体あるかなんですよね。まあそんな数はないと思うんですけど、あれ売り切れんのかな。あ、ちょっと値段がやっぱね5万円くらいしますんで、ちょっとなかなかいかついアイテムかなっていうね。まあまあ完売はすんのかな、オンラインとかでね。でおじさん、灰皿やっぱ赤にしますわ。うん、定番シュプリームといえば赤。赤、いや青にしよ、いや、あーやばい、ちょっと待って、決められてない。10時59分まずいまずい、青にしようかな。赤、でも赤は毎回赤だから、でも赤もいいね。ちょっともう決まんなかった、やばい。赤以外もいいもんね。あ、青にしようかな。いや、緑も好きなんだよな。あー、どうしよう、やばい。緑、緑、青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 にする。青、青、いや、いや、青、青。何色し、青。まあまあまあ、変えるって変えると思うんだけどね。青かな、うん。さあさあさあ、来ますよ、来ますよ。はいはいはい、ちょっと待って、こんな決まんないか。青、青、青、青にしろ。もう全部欲しいけど、青、もういいや、青いけ、青いけ、青、青、え、じ、はいはいはい、くるくるくる、はいはいはい、もう青いけ、青いけ、もう別に、うん、青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 、全部いい、全部いい、青、青、青、11時、青、青、青だ、青、青、なんで言い聞かせてんだよ。全部同じくらい、くそー、ボタン押したら色変えれればいいのに。そういう、灰皿だったりね、後ろのボタン押したら色変えれるやつだったりのに。青にします。青、青、青。あ、更新されない、なかなかね。あれ、来ないよ。来ない、来ない。来ないよ。ちょっと木曜日だから、シュプちゃんも、ボケちゃってんじゃないの？土曜日じゃないから、ねえ、さあ来ない、来ないぞと、来ないぞと、はい、FF7 のレンドが出ましたけど、来ないぞと、あ、来た！青、青、青いけ、よし、青、よし、よし、よし、青。はい、クレカパンパンパン、はい、11,500円、オッケー、購入ボタン確定、はい、購入ボタン押せない、爆発中、購入ボタン押せない、爆発中、こちら応援頼む、応援求む、購入ボタン押せないバグ、なぜだ、なぜだ、今週何なんだ、今週なぜサイトが重いんだ、購入ボタン押せないバグ、発生中、サイトが重い理由を述べよ、発生中、購入ボタン押せないバグ、発生中、述べよ、購入ボタン押せないバグ、来た、はい。オーダー済みです。は？オーダー済みです。ああ、びっくりした、変えた。急に出た。何？あ、変えた。よかった。変えたー。そりゃそうだろう。青にしました。はい。はい。じゃあ見てくか。人気どころだと、モモコドール。あるね。ちょっ、あ、なんだこれ。二体じゃなくて、一体に、服ついてるんだ。ちょっとパッケージいいぞ！パッケージいいじゃない！この画像なんでここまで黙ってた？この画像なんでここまで黙ってたの？このフーディーがいいじゃん。なんならだから、待って。
ホットトイズとかに着せれるってこと？ちょっと待って、そんぐらいの身長ってことか、これ。そこまではないよね、さすがに。そうか、着せ替えできるんだ、他の持ってる人形と。ああ。あるな。変えちゃう？いや、高い高い高い。高い高い。お人形遊びなんかしませんから。はい。ウィンドストッパーベスト。あ、残ってるね。これも結構、人気度合いがあったような気がしますけど。フェイスマスク。はい。ああ。あ、迷彩のフェイスマスク。かも。うん。チョコレートチップかも。え？デザートかもじゃないのか。チョコレートチップかも。ウィンドストッパー。ネックゲーターが早い！いや、これ迷ったっすよね。ネックゲーターもいいなっていうね。早いなぁ。ないか。まあまあ、今の時期でいいっすよね。うん。で、このパフィー。これ残ってるかー。いや、これめちゃめちゃかっこいいっすけどね。ダブル XL ね。これいいっすよね。パフィー5万と。いいよ、これは。かわいいよ。はい。モヘアのセーター。はい。あるあるある。モヘアはね、やっぱチクチク苦手な人はね、結構嫌い。これポーラ SLS ポロ。これも可愛いなとおじさん思ってました。はい。可愛いっすけどね。これだいぶ。いいじゃん。でね。緑とか白とかね。黒もいいけど。これ何？パッチワーク。こんなんはまあ、こんなんはまあね。こんなんはもういらずな。はい。ウィンドストッパー、ジッパープースウェット、フーデット。はい。パンツ！パンツ可愛い。紫は完売。はいはいはい。カモはちょっと残ってるか。スウェットパンツもいいですね。スクリプト。あ、あーはいはいはい。こんな、シックスパネル。このベタなね。あ、売り切れてる。ホワイトが。こんなとこ行く人ってなんかこう、ほんと、毎週チェックしてる人な気するんですよね。なんかそんな感じがしていいですよね。ベタな商品にね、行かない感じがね。暑いっすね。あら！あ！フェイスマスクシックスパネルキャップが完売。あ、そう。これ？まあでもまあ確かに使いやすいか。めっちゃ寒いバイク。っていうかなんだろう、チャリとか乗るときこれ、あ、チャリにいいんだ、これ。そういうことじゃないですか。チャリ乗りにいいんだ、これな。確かに確かに。このビーニーが、はい。これどういうことなの？ 2 個ついてくる。どういうことなの？待って、これま、あ、上と下で商品違うの？10色出てるって違うよね。あれか、裏返すとこれになるの？どういうことなのこれ。ツートーンってこと？表こうだけど裏は迷彩になってるってことでいいのこれ。どういうことなのこれ。そういうことが、こう、上と下で違うアイテムじゃないよね。だってこの赤はどっちも売り切れ表示になってるから。こうなんだ、この。半分に切って合わさられてるんだ。そういうことよね。ちょっとおもろいっすけどね、これ。コーディロイキャップもいいじゃん。はい。ツバをまっすぐに戻して戻してほしい。でも、ツバ曲がってんのが今結構アジアで人気だから曲げたっていう風に、なんかそういう説があるらしいっすよ。戻してほしいな。まっすぐ派もいますからね。あ、ソルダードったモモコドール。なくなった。ちょっと時間差で。あー、そっか。エルモンドキーチェーン、これもかわいい。これもかわいい。やっぱね、シプのキーチェーンもね、こうどっかでこうプチって切れるでしょう。落としてた時のショックったらないんすよね。ピンヘッドのキーチェーン持ってたんですけどね、どっかで落としちゃってね。ショックなんすよね。まあ、それもか。これはアルチューカラカラ。アルチューボトルのアルチューカラカラ。はい。これはいいじゃないですか、これ。1万、2万くらいすんな。ちょっと高いね。おじさんの灰皿どうだ、なくなったか？全然ある。
めっちゃかっこいいわ。うわ、やっべえな、タバコ吸っちゃうぜよな、俺。吸っちゃうぜよな、これ。青にしたね。うん、この青のこの、なんだろう、このいいよ、これ。アクセサリー置きにしよう。うん。ってな感じですか今週は。まあ、もう最後でしょうから、まあ、あと一週ありそうっすね。11月7とか、頭に。あと一週あって、まあ、10日あたりに、初売りかな、うん、おじさんそう予想しますよ。10日あたりに初売りじゃなくて、10日あたりに初売りセールかな、初売りセール。うん。そんな感じしますね。うん。ボックスロゴ、クルーネックがどっかでゲリラリストックするとは思うんすけど、まあ、まあ多分、2日の初売りでは来ないと思うな。そこみんな予想してくるから。で、セール前だと思うのよね。仮説では、まあ、多分、どの辺で来るかな。三が日。もう一周目で、結構なんか他のスニーカーとかでいいスニーカーが出たりとか、他の店舗で行列並ぶようなアイテムが出る日。そっちに、例えば転売屋とかが流れる日。とかに、なんか出しそうな感じしますね。おじさん的予想では。はい。一週目、三が日からの6日までの間に、どっかで出すか、あとは8、9の連休で出すか。8、9のどっちかではもうセール始まりそうな感じしますけどね。どうなんですかね。まあ、7で出た商品買って、8、9で全然売り残っててセール行ったら悲しいから、さすがにもうちょっと開けるかな。まあ、まあ、わかんないです。その辺は、ちょっとわからないですけども。はい。ってな感じですかね。うん。あと一周あるかな。7まである、ありそうですね。19までは。さすがにありそう。あと、ちょっと出てないというのがポスポスポスとあるんでね。はい。それ最後出る。ちょっと最終週は、まあ、多分、もちろん何も買わないと思うけど、まあ、見ますよ。一応、今日実況しようかな。今日実況っていうのかわかんないけど。はい。します。ということでね、今週もありがとうございました。終わりだ FW も、いやー、ちょっとシップもお休みになりますから、毎回行って、ここでおじさん、ガッとお金貯めて、立ち上げに備えたいと思うんですけども、使っちゃう。どうせ使っちゃう。まあまあまあ、2月のね、SS の始まりに向けて、ちょっとここからこう、押さえとかなきゃね、という感じでね、まあ、灰皿買いましたけど、セールもどんだけ出るかわかんないですけどね、まあ楽しみに。ということでね、まあ、おじさん、今日で最後かな今年は。多分もう登場しないと思いますから、はい。おじさんもう、YouTube 収めでございますかね。で、毎年行く年来る年みたいな感じでね、年末とちょっと、大晦日やってるんですけど、ちょっとね、地元帰ってるかもしれないんで、やんないかもしれないです。はい。はい。おじさん、地元、ちょっと、はい。四国の方に、はい。帰ってるかもしれないんで。はい。ちょっとね、今年は行く年、行くおじ来るおじやんないかもしれないですね。ちょっとわかりませんけども、はい。さあ、じゃあ、2022年も、ありがとうございましたシポジでした良いお年を触らないでもらっていいですか？